台風19号のバカ野郎、それろそれろ、向こう行けお前。なんと最後の最後に来るから、ここで一つメールを紹介したいと思う。拓也さん、大変だ大変だ、台風が接近中です。チケットはソールドアウトだよって伝えないと。ラジオネーム、チケットナンバー3、竹谷長渕です。3日後に迫りました。いよいよ本番、10月13日を迎えるわけですが、ご覧の通り台風19号が日本列島を直撃しようと、今風は南からやってきております。どうか一つ太平洋でもどこでもいいから空でくれ、頼む。この日のためだけに1年頑張ってきたんだよな、加藤ちゃん。なあ、これは何としてでも、俺はね、台風が来ようが何だろうがね、開催必ずするからね、みんな気をつけて来いよ。行きますよ、拓也長渕のよーく似てる10分フライデー、ゴー。冒頭から変なテンションになりましたが、まあね、しょうがないですね、自然災害は。まあでもこれ、あの、結構ね、今まで全国回ってきて、あの、晴れ男だったんだよね。どっちかっていうとね、まあ俺、なんつうの、この長渕の名前がついてない方の活動っていうのは、今まではね、あ、どうだろうな、ミュージシャンの時はどうかわかんないけど、プライベート結構雨の時多かったんだけど、拓也長渕ってね、このやっぱ剛さんはね、晴れ男だから、結構晴れだったんだよね、今まで。これ最後の最後に来たなっていう感じがするけどもね。まあでもね、あの伝説の10年前、桜島もね、降水確率 60% か 70% かだったんだけど、開始時刻にはパーッと晴れて、見事次の朝、桜島からね、太陽が出たっていうね、そういう伝説がありますから、まあなんとかいけんじゃないかなっていう気はしますが、まあ一つ心配なのはね、遠方から来られる皆さんも、結構多いので、まあ飛行機の発着だとか、新幹線だとか、夜行バスだとかね、あの影響が出るとやっぱり、大変ですからね、まあなんとかね、なんとか影響ないように言ってほしいですが、こればっかりは何とも言えませんが、まあ屋内のライブですので、まず開催はします。はい、まあ多少の時間のズレなんかね、まああるかもしれませんが、まあその辺は、まあオフィシャルだとか、そういうところでまた、流していきたいと思います。まあまず開催はしますんでね、皆さん気をつけて来てほしいと思います。加藤ちゃん、最終回だね、今日。ちょっと寂しいね。7月4日のあのセミが鳴いてた暑い夏の真夜中から早3ヶ月近く経ちました。思い起こせば、このむさ苦しい部屋は部屋にたどり着くまで、まあ、あるとある名古屋のね、大きな大きな公園の、お堀のそばを、古墳のそばを真夜中歩いてくるんですが、いつもその道中、今日は何喋ろうかな、今日は何歌おうかな、考えながらね歩いてました。それもなんか今日で終わると思うと、寂しい気持ちはしますけどもね。あの夏の暑い日、あのセミの鳴いてた、あの夏のまだ残ってたね、これから今は、コオロギが鳴く、秋の、コオロギなくなっちゃった
なんだこのしんみりしたってしょうがないんだけどさ、まあまあ一応、ね、15回で終わりということで、7月4日から15回、まあね、一週たりともね欠かさずなんとかやってこれましたね。こんな多忙な2人がどっか一周でも抜けちゃうんじゃないかってヒヤヒヤハラハラしながらね、先週ぐらい危なかったですね当て方でね、もうフラフラになりながら撮ってましたが、ずっとこれをね毎週楽しみに聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。いつメールを紹介したいと思います。たくやさん、エッチなマネージャーの加藤ちゃん、マネージャーになっちゃった加藤ちゃんさんこんばんは。先ほどファックス送信したんですが、カラーで送られましたか？心を込めて作りましたが白黒だと残念なのでカラーの写真をメールで送らせていただきました。今日もよく似てる10分フライデー、楽しみにしてます。人生はラララより、ありがとうございます。思いっきり、白黒で来ておりますなんかこうメッセージが入ってますね。これメールでもね画像くれてたのでカラーでも来てますんでね、これなんかいろいろ切り取ってね貼ってくれてるんですよ。なんだろうねこれ、家の壁なのかな、なんかノートかなんかなのかな。たくやさん、お誕生日おめでとうございます。たくやさんの存在を知ってから私は気分上々気分上々心はウキウキしてますね10月13の、ライブに向け、多忙な日々をお過ごしかと思いますが、お体気をつけてください。心より成功を祈ってます。30歳の新しいスタートがたくやさんにとってたくさんの希望と、幸福に満ちた日々となりますように。PS 横浜アリーナでのショットですとね、このツーショットでね写真撮った時の写真が載ってますけどね、写真に変えちゃった嬉しかった、エイジ最高ですか。いつか埼玉にも来てくださいね、応援しています。嬉しいねこれ。なかなかファックスもあんま来なかったね。まあでも、どう？比率としては、わりかし来た方かな。っていうか、すごかったのが、毎週欠かさず読むメールがちゃんと来たってことね。これは本当にね、嬉しいことでした。結構、常連な方なんかもね、いたりして、ライマル長渕さんとかね、ライデンさんとかね、岩田慎太郎さんとかね、あとはなんだっけ、上田豊さんとかね、よく、毎週送ってくれた方もいましたし、単発で送ってくれた方もいましたけども、本当に日本全国いろんなとこから、お便り、ファックスいただきましてね、これも剛さんのなせる技じゃないかなと、剛さんがね、の影響力じゃないかな、なかろうかと、本当に全国行ってよかったなと思うし、そしてまたこのラジオやってよかったなと、思います。いつかね本当に全国ネットのねこういうラジオ出たいね、風じゃなくてさ今度はと思うけども、まあこれも一つのプロモーションになったかなと、10月13、まあ、あと3日後ですからね、いよいよ、来ました。あ、それから協賛のね募集をかけましたが、本当にたくさんご協力いただきありがとうございました。おかげさまで、目指してた、特攻ですか、なんとかできそうですね、加藤ちゃんね。今この何、今の中途半端な完成みたいなこれ今加藤ちゃんの部屋にね特攻の機材が山積みになってんだけどね、このむさ苦しい部屋に、すごいよ、この、もうなんか、リンゴ農家のような黄色い、なんていうの、このプラケースみたいなのがね、山積みにされてますけどね、これを、今日は使うんですか、明日ですか、まあ今日ですか、使ったんですか、もう。そうですね。うまくいくといいですが、本当にありがとうございました。もう本当にいっぱいね、たくさん来てるんで、全部紹介したいですが、まあ、せめて名前だけでもね今日は最後だし、紹介したいと思いますね。幸村さん、名古屋の方ですね多分。ラジオネームグリグリさんね、来ております。休館日はあるんですか、ほぼないですけども、でも最近は抜いてます、さすがにライブ前ですんでね。これは貞村さんですねこの間来たね、声ちっちゃくて多分何言ってるか全然聞こえなかったと思うけど、それから、風は南、
奄美からって書いてますね。鹿児島アリーナに来てくれた人ですか。あ、ペンネーム書いてるわ。拓也長渕症候群などなどたくさん、来てました。ありがとうございます。さあ、先週も言いましたが、このコーナーのタイトルね、来週こそは決めると言いましたが、これに決めました。弾き語りのコーナー。なんかすいませんもうなんかね、言ってたらなんかこれが一番しっくりきちゃったっていうようなところがあるんだけどもさ、まあいろいろありましたね。ライデンさんは一番送ってくれたのかな。いろいろなんだっけ、今あんまり思い出してないけどなんか長いのもあったり短いのもあったりしましたが、屋根裏部屋のコーナーっていうのもあったしね。から何あったっけ、うまくてごめんみたいなやつもあったしね。それ、あ、それよかったね。結構うまくてごめんみたいなとか、なんだろうね、なんかまあいろいろありましたが、結局これにしました。弾き語りのコーナーねしましたっつっても今日で終わりなんだけど、まあまあまあ、なんかこんなん思いついたけどもう終わっちゃってるけどっていうのもあっても、まあ送ってください。一人でニヤニヤ見ますから。それまあいつかね、また復活するときってあるのかなね、あったらまた採用するかもしれません。最後言わないと思ったけど、これまあ一応言っときます。よく似てるアットマークたくやながぶち .com まで。ファックスは言っとく、052-710-0810。覚えた、やっと覚えた最後の最後で覚えた。これ毎回ね、これ収録前に加藤ちゃん番号何番だっけって聞くんだけどね、やっと覚えましたさあ、じゃあ最後のリクエストですね。来てます。高谷さんこんばんは、三重県のみっちゃんです。先日の名護1グランプリユートピアでのライブ最高に良かったです。レアな曲ばっかりやっていただき、もうた、最高にたまらない2日間でした。そしてユートピアでのライブで、浦安のクロちゃんの替え歌で僕の名前を出していただき本当に嬉しかったです。ありがとうございました。もうすぐ本番ですね。死ぬほど楽しみです。成功を心から祈ってます。三重県のみっちゃん、みちとくん、どうもありがとうね。最後はなんかこれちょっとすごい歌ってみたくて、これに決めました。リクエスト、わがまま気まま流れるまん。待ちきれない街で恋人たちは出会った。今にも届きそうな空がそこにあった。ガラスケースの中で庭の小鳥を飼った。楽しい日々だけが星空で輝いてた。彼は指輪を贈り、彼女は口づけくれた。幼いままの心で二人は愛し合いされていた。若いからこそできることだってあるさ。見た空は高すぎた。若いからこそできることだってあるさ。わがまま気まま流れるまま。
それがいつの日だろう。ガラスケースを破り、小鳥たちは星空へ羽ばたいて飛んでた。愛と迷いと夢が彼女の体すり抜け、重すぎた指は一つ少しだけ外してみた。大きな愛を彼女は小さな鉢に植えた。日の当たらないこの部屋は彼女には広すぎたんだね。若いからこそできることだってあるさ。君と僕が見た空は高すぎた。若いからこそできることだってあるさ。わがまま気まま流れるまま。今回の放送、毎週金曜日楽しみに聞いてくださった全国のリスナーの皆さん、本当にどうもありがとう。僕自身、そして加藤ちゃんもね、とっても楽しく、収録させていただきました。いよいよ、待ちに待った1年がかりの大掛かりなスペシャルライブの開演でございますからね。10月13日、台風なんか蹴っ飛ばしてさ、みんなで楽しくやろうじゃん。うん。会場で待ってるから。ね。拓也のお家でした。また会おう。